いい子で待っているのですよ。もう子供ではないのじゃ。では行ってきます。父上、ご分を。元近殿、縁のかたじけない。どうということはない。光秀、あんたの頼みだ。戦なき地平を目指して父上は戦に臨んでおる。話しておるのは元近とやらか。はあ、こんなにたくさんの船、初めて見るのじゃ。戦なき地平を見るには戦をせねばならぬのかの。世の断りは不思議なのじゃ。なればこそわらわのこの目でしかと見るのじゃ。ケチ光秀のせいからあんたをよさった三つが心を聞かせたのに、そのパラリそれはどういうのかしらそうか。きっちりさがったそんなガッシーよとにかガチもつ先日でしょな。太平を築く戦、父上の勇姿、わらわのこの目で見たいのじゃ。第一話、木津川口の戦い。世の断りは難しいのじゃ。古き時代にとどまらんとする者は生かすも無価値。すべてを壊し尽くせ。攻撃開始。志をなすため支え合い、命すら捨てられる絆。なんだか恥ずかしい。悪くないのじゃ。あの日は一体なんと光秀の娘子ではないか。光秀殿、とはいらしい。
通してしまうとは。降伏してくれましたが、無駄な血を流さずに進む。あの子を戦場の外へ連れて行きましょう。やはり父は優しいな。わらわも手伝うじゃ。あまりに苛烈。しかし信長様を信じなければ最下孫一を斬る。お見事、わらわも頑張ったのじゃ。おいおい、お嬢ちゃん、俺を最下孫一として戦おうって。暴れるのじゃ。孫でも父親ならば戦うのじゃ。血も涙もねえ信長の非道ぶりをよ。でも父上は違うのだ。親だね。信長許さねえ。必ず償わせてやる。けやっやっ、娘を明けに染めよ。橋をかけろ。進め、行くぞ。かかれ。信
様を信じなければ。父上、なんだか辛そうなのじゃ。光秀はその優しさゆえに苦しんでいる。信長の意志する未来を己の理想の狭間でな。この楽しき宴、楽しめるなら楽にしてやる。断りに従って戦っておる。さような優しくなれるのだ。わらわら言われよ。父上の邪魔はさせぬのだ。私も怖くて仕方がない。